た大歓迎してください。あっという間に着きました。うわー、ただいま、こんばんは。ゼータンお疲れ、ありがとう。ダーソクさん、NT さん、広瀬小一さん、だるま、ありがとうございます。コカジオさんお疲れ、福ちゃんお疲れ、陣内さんお疲れ、マクールさんお疲れ、ゼータンパチパチありがとう、テキサスのロンスターさん花束、陣内さんありがとう、スタンプありがとうございます、こちらこそありがとう、ありがとうね。おみかんさんお疲れ、ナオトさん、だるま、福ちゃん、タコ、ゼータンかわいい、ありがとう、陣内さん拍手ありがとう、アルテミスさん、ナオトさん、クックさん、春坊さん、陣内さん、キムさん、だるま、ありがとう、浦部さん、アイス、コナンさん、ハート、福ちゃん、拍手ありがとう、カズさん、お断りです、トシヒロさん、優勝ありがとう、トシヤさん、バラ、ブルームーンさん、レインボースター、土の子さん、お疲れありがとう、テキサスのロンスターさん、バラ、クシャトリアさん、アオイさん、キムさん、ハート、ガトーショコラさん、ダルマ、ジンさん、ダルマありがとう、おみかんさん、おめでとう、ありがとう、祝われちゃった、ミスリザルさん、ハート、カイちゃん、ハート、コウさん、モリモリさん、ヒビキさん、吉田サラ、ニセモノさん、ダルマありがとう、ブルームーンさん、ハートありがとう、カエンデさん、ありがとう、スタンプありがとう、こちらこそ、フクちゃん、アゲ、中じいさん、ハート、あきつきさん、ダルマ、ブルームーンさん、タコ、トシさん、ありがとう、スタンプありがとう、こちらこそ、しんちゃんさん、マクールさん、ダルマ、東京さん、タコ、メロンのあそこさん、お疲れ、カメさん、優勝ありがとう、ひろし BKK さん、お疲れありがとう、右田ピッポさん、だるま、 KT さん、ハート、ユーザーネームさん、ラブレター、さとこさん、ハート、ミックさん、だるま、エルさん、ガトーショコラさん、もちはださん、フレーベさん、ハートありがとう、真空券さん、マルヒノさん、ナポリン、一輝さん、おみかんさん、だるま、ふみあきさん、やまさん、たこ、Z さんお疲れ、いくんお疲れ、けんじさん、愛してるありがとう、じんらいさん、ハート、藤岡猫にゃーさん、だるまありがとう、ありがとう、こうさん、かわいい、ありがとう、みくさん、バラ、ホリエモンさん、だるま、はるさん、ハート、くろさんお疲れ、ありがとうございます、さとしさん、メロンのあそこさん、ハートありがとうございます、こんばんは、しんちゃんさん、長崎県民さん、よしかずさん、だるま、新聞記者のともやさん、ハートありがとうございます、皆さん、シルバーウィーク楽しんでますか、楽しんどるかいな、月見食べようと思いドライブスルー行ったらめっちゃ混んでて諦めました。そうなの、やっぱみんな早く食べなきゃってなってるんじゃない、新しいやつが出るから。餃子フェスね、昨日今日やってましたよね、餃子フェス、いいな、餃子美味しかったかい、餃子餃子、はるさん、タコ、ホリエモンさん、マルヒノさん、クロさん、ハート、コウさん、ハートありがとうございます、推し活を楽しんでる、ありがとう、私もアイドル活動楽しんでる、シルバーウィーク、あゆのおばさんのインクタイミングバッチリした、あ、本当？本当？あのね、まだ映像見てないんですよ、え、よかった、なんか HKT さんが ST のステージ見てくださったらしくて、アイチーがパセちゃん可愛かったよって言ってくれたので嬉しかったです。私も HKT さんのステージは絶対見たいと思って、で
少し前からマネージャーさんにアットジャム HKT さん何時から何時なんですけど、あの新幹線の時間間に合いますか、見たいですってお願いしてて、無事に見れました。見れちゃったよ。まこばやさん、だるまありがとう。まもさん、たこありがとう。かずやさん、お疲れありがとう。アルテミスさん、だるまはちゃん。かずやさん、ハート。おたけさん、バラありがとう。ゆうちゃん、たこ。たけさん、だるまありがとう。にしやん、ハートありがとう。けんけん、いもけんぴさん、だるまありがとうございます。めっちゃきのこさん、かわいい、ありがとう。かいちゃん、ハートありがとう。メロンのそこさん、ペンライトありがとう。そう、私ももがみさんとお写真撮りたかったんですけど、あのタイミングが合わなかったんですね。私がちょうど楽屋から出てうろちょろしてる時に、そう、たまたま愛知に会えたんです。うわーって、愛知と江口ココハちゃんと、あとね、長崎出身のりゅうちゃん、りゅうちゃんと一緒に撮りました。めっちゃ可愛いんです。14歳だって。可愛い、めちゃめちゃ。2010年とかの、なんかそのもうマーピと同い年くらい。もうね、めっちゃ可愛くて喋りかけてみた。どうしても写真撮りたくて追いかけて写真撮ってもらいました。めっちゃ可愛かったです。そう、パフォーマンスもモニターで、その子が抜かれてるわけじゃなくて、前に2人とか3人いて、後ろの方にこう、なんていうの、見切れて映ってるとこでも可愛いってなる可愛さで、ずっとね、可愛い可愛いって言いながら見てました。よかったです。あのちゃんと私もアイドルだから不審者じゃなくね、接することができて、自分がアイドルでよかったって思う。ジンさん、ハートありがとう。ありがとう。アイチが褒めてたね、リプでだよね、見たよ、リプ見ましたよ。クタゲンさん、よしよしよしよさん、ハートありがとう。コウジさん、ダルマありがとう。ありがとう。そうで、アイドルじゃなかったやばいよ。だってさ、未成年を追いかけ回して声かけて写真撮ってもらうっていう行動してるからやばいですよ。でも私がアイドルだからまだ許されてる。よかった。キョンシュさん、だるま。梅さん、ハート。ホリエモンさん、だるまありがとうございます。おみかんさん、わかる、ありがとう。気をつけて、みんなは。そう、今日はあかりんさんのあかりんさんのポストにリプ、引用リプ、引用ポストしたら、まさかの千穂さんと曽太郎もほぼ同じタイミングで送ってて、偶然です。あれはせーので送ろうとかじゃなくて、偶然あかりんさんの投稿に引用したら同じタイミングでした。もうみんな大共感だった、すごいよ。あかりんさんは前東京の駅の投稿でめっちゃバズってたから、やっぱ人が共感する投稿をするのがあかりんさんなんですよ。今回はメンバーに大バズりでした。西さん、だるま。ガバイトさん、ハートありがとう。ご飯パツさん、アイス。ポストさん、タコ。 Z さん、愛してる、ありがとう。ヒロさん、マリオツーさん、だるまありがとう。メロンのあそこさん、だるまありがとう。もうね、今日は移動、よしよし、メールと X
一旦終わってインスタ上げるかと思ったら、まもなく広島ですって言い始めて、自分の体感的にまだ京都ぐらいかなと思ったんですよ。したらもう広島だった。早いです。めちゃめちゃ早い。田舎のおじさん、ハート、マコバヤさん、レインボースター、ハリーさん、タカシーさん、田舎のおじさんありがとう。台湾ジョジョさん、ハート、シーサーさん、ダルマありがとう、ありがとう。今日はミホとアーナとの写真も送りましたよ。みんな見てね、見てよね、メールに送ったよ。お見送りでいろんなもの見つかってすいませんでした昨日ね、昨日全然パセリじゃないグッズをメンバーに見せてて、まああれは並び順が、あのね、あれですよね、並び順が問題なのでこちらの責任です。エジリン、ハート、梅さん、レインボースター、ミックさん、ハートありがとう、ありがとう。ジンさん、バラありがとう。あのね、今日は新幹線混んでた。確かに混んでたわ、シルバーウィークだからか。そっか、多いなと思ったんですよ。今日は C 席だった。 C 席でやたら人多いなって思ったら、そういうことか。駅もめっちゃ人多かったよ。広島駅も多かった。今日カープだった。赤い服の人いっぱいいたから多分カープだったよなと思って、カープがあったっていう情報がなくても駅にいたら、あ、今日カープだったんだろうなって。カープでした、試合だったわけ。クロさん、だるま、リュウちゃん、だるま、メロンのあそこさん、ハートありがとうございます。はっちゃん、高反発さん、だるまありがとうございます。あ、そうなんだ。ナイター、ナイター、夜、夜の試合だったの。お見送り名前呼んでくれてありがとう。聞こえてた、よかった。もう私さ、お見送りはみんなに聞こえるかもうちょっとどうかなっていう心配があったんですけど、よかった、聞こえてて。よかったよ、よかった、よかった。室井さん、ハートありがとう。赤い人たちと飲んでた赤い人たちと飲んでた、なんかすごい闇の組織みたいな。赤い人たち。 BD マンさん、アルマありがとう。お疲れ様です。良平さん、お断りです。教師さん、ハートありがとう。今日は配信終わったら二ほどき頑張りデーです二ほどき。パセリが家を開けてる間に不在票が来てました。社員さん、ハートありがとう。西さん、タコありがとう。タコみきゃんのヘアピンかわいい。そう、でっかい。これはお家用です。持ってったらかさばるからお家用にしてるの。お家用ヘアピン。しおりさん、だるまありがとう。もうさ、いつも公演終わって帰ってきたらアドレナリン出まくりの配信なんですね。で、配信終わってアドレナリン切れて睡魔に負けるの。睡魔に負けちゃって、で、それでお風呂に入るのをこうダラダラしちゃうんですけど、今日はもう新幹線でアドレナリンを使い切っちゃったから、もう帰ってきたら
もうダラダラタイム始まってる。もうすでにダラダラ。ダラ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 。キャンセル会話にならんように気をつける。生誕ティー申し込んだよ。嬉しい、ありがとう。嬉しいよ。9人のパセリと一緒に暮らしてくれるんですか。ありがとうございます。子育て頑張って、いっぱいご飯を全員に平等に与えてください。10等分してご飯食べる。今日10分の1は自分の口へ、残りは胸元の9人のパセリへ。ブンさん、だるま、ありがとう。生誕ティー、生誕ティーもうさ、あれ締め切り、この前メールで書いてたよね。16日だっけ、なんか16日締め切りのちょこちょこあったよね。明日までのね、ありましたよね。あったよね。いや、もう見れなかった。月見パイこぼさずに食べれるかチャレンジ1年生チャレンジ1年生お断りです。ジロくん、コウさん、お断りです。カンさん、ダルマ、ハート。ジンさん、ハート、ありがとう。あ、ファンクラブイベントが明日か。ファンクラブイベントの一時受付が明日。花だれか、東京花だれか。そうだそうだそうだ。ゆうたくん、お断りです。レインボースター、ありがとう。はっちゃん、ハート、ありがとう。生誕ティーは20日、ありがとう。金曜日だ、金曜日まで1週間か。金曜日。ドクタケさん、ハート、ありがとう。センパチさん、だるま、ありがとう。アキモさん、お断りです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。リコチも新幹線ポストするって言ってた。私もあかりちゃんさんに送るって言ってた、さっき。大共感だから私も送るって言ってました。ちょっと見てみよう。本当だ送ってる。あかりんさん、全部リプ返してるやん、メンバーのやつに。メンバーの引用全部に丁寧に返してくださってありがとうございます。あかりんさんの SNS 仕事をさらに増やしてしまった。リハクさん、ヤッホイさん、だるま、ありがとう。しんちゃんさん、だるま、ありがとう。お話し会のすべきこと今日は慌てて済ませました。ありがとう。でも間に合ってるから OKOK です。ありがとうございます。しかもそうやって自分がちょっと慌てましたってこうやって書くことによって、今慌ててる人がいるかもしれないから、すごく役立っている。ありがとう。皆さん、お話し会当選した方、すべきこと忘れずによろしくお願いいたします。リュウヤさん、だるま、ありがとう。おみかんさん、わかる、ありがとう。ワリエモンさん、かわいい、ありがとう。ある場所からお話し会参加します。どこだろう、ある場所、どこだろうか、どこかしら。さっきすべきことしました。わあ、よかった、間に合って。あと1時間のタイムリミットがある。いちごさん、ハート、ありがとう。こんばんは、こんばんは。いや、確かにな、払ったと思って忘れちゃうんかい。なっちゃん、はい、パです。
もうこのワンピースもきっとそろそろ清雨なんだろうな。夏服清雨言ってね、言ってくださいね。みんなもうパセリみんな着てないよ、夏服遅れてるよって言ってくださいね。私わかんないから、そういうの結構やらかすから服装で。 Z さんレインボースターありがとう。晩ご飯は帰りの新幹線で昨日いただいたコンソメパンチをトタローと半分こして食べました。あと今日ジーチローのバームクーヘンをいただいたので、それを新幹線食べて、お家着いてからはしめサバ、コンビニのしめサバ食べた。でこの後はまた食べます。食べる、わあごめん、ちょっと揺れちゃったよ。また今日は移動とかだったのでね、ちょこちょこ食べになっちゃって、ちょこ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 。守るさんハートありがとう。そう、しめサバ好き。今日の朝はタコ食べた、タコブツ食べました。タコブツ、朝ごはんおにぎりとタコブツ、お昼はメールに送ったケータリングのあったかいご飯。ゼータンタコありがとう。支払いは本日を含めて4日。本日を含めて4日、むず。本日を含めて4日ってことはあと3日ってこと。難しい、日本語って難しい。私さ SNS 投稿するときもさ、この日本語合ってるかなって結構検索するんですよ。難しい。今日もなんか検索したの、なんだかな、目を奪われるっていう言葉合ってるか不安になって調べちゃった。ゼータンタコありがとう。カズキさん、アイタカさん、ダルマハートもありがとう。マッスンハートありがとう。レフトさん、ユウスケさん、ハートありがとう。難しい言葉。待って、私ね今下書きにね、やばい、下書きに投稿しようって思って、新幹線やばい、広島着いたってなって下書きに入れっぱなしのやつがある。あ、今日はもう投稿できないか、明日投稿しよう。 JKT さんの写真撮っていただいたんですよ。それを投稿しようと思って文章を考えてた時にもう広島着いちゃって、明日投稿します。そうよ、今日も移動中はずっと SNS ポチ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 。昨日からの東京楽しみましたか？特に出歩いてないから東京とかにいた実感はあんまないかもしれない。何も東京らしいことは何しただろう、何したかな。東京鳥貴族いっぱいあった東京鳥貴族が多くて東京を感じました。おお、鳥貴族ここにもここにも。広島はやっと2店舗目ができました。2日前ぐらいに、2日前3日前に2店舗目がやっとできた。ナルシさんハートありがとう。エリオさんハートありがとう。トタロー買ったパン食べましたよ。あれやっぱスコーンだったらしい。ちゃんと聞いた、これはスコーンだよって言ってました。今日のエスはピノだけです。今日はジジローのバームクーヘンも食べたから。なんか新幹線移動ってさ、自分が動いてるわけじゃないのに、なんかふぅやっと着いたぞみたいな達成感があるから食べちゃうんですよね自分が走ったわけでもないのに、ただ座ってるだけなのに
なんかわかんないけど、乗ってる間も食べてるし、降りた後も食べちゃうっていう、ちょっとね、危険ですね。まもるさん、みおんさん、だるまありがとう。達成感を感じちゃった。ネックピローなしだった帰り、そう使わんかったわ。息だけしか使ってないな。あ、でも今日の朝使いました。朝ホテルから横浜アリーナに向かう移動の車の中でネックピロー大活躍した。おかげさまで爆睡でした。やっぱあれいいですね。のぶろうさん、ハート、 NRR0022 さん、読売巨人軍さん、だるまありがとうございます。ありがとう。そうなんよね、なんかこううまくこういいとこにこうはまればいいんだけど、寝づらい時あるよね。どう頑張っても寝づらい時。あ、今回何も酔い止め飲んでない。もう最近酔い止めの消費がすごくって、いつ使ったかな、結構、あ、ユニバ行った時にユニバのアトラクション乗る前にまず飲んで、で帰り夜の夜行バス乗る前に飲んでってして、結構ね頻繁に消費するから今日は大丈夫でした。はっちゃん、レネさん、ハートありがとう。あんまりね、飲まないようにしてる。アトラクション酔うよ。特にハリーポッター酔いますね。ありゃ大変、ぐるぐる回る。ハリーポッターとあとあの鬼滅のアトラクション酔っちゃうね。大丈夫だ、今日は無事です。無事だよ。今日サイドポニーしたけどキャップかぶって帰ってきたから、もうなんかよくわかんない、サイドポニーかすらも不明な。やっぱサイドポニーはこっからがいいですね。今日はちょっと低めでした。ジロリン、ラムリン、ハートありがとう。こんばんは。ヘリスさん、だるま、パパパンダさん、かわいい、ありがとう。梅さん、レインボースターありがとう。いや、みきゃんはこれはお家用だから、これはさっきつけた、帰ってきてからつけました。たかしんさん、だるまありがとう。ラムリンって言わないで、ラムリンのリンじゃないの？じゃあ何のリンよ。リンゴのリンか、さやかりんのリン、ゆきりんさんのリン。待って、ゆきりんさんのさ、ポップアップストア行きたかったんだけど、やっぱ行けなかったです。集合時間的に無理だった。いや、頑張ったら朝行けるかなとか思ったけど、普通に無理でした。明日までなんだけどね。そうです、やはり無理でした。また第2回があったら行きたい。パセリのパフォーマンス力が向上してた。本当？なんか昨日メールの返信でも送ってくださってる方いて、久々に見に行ったらって前より良くなってて良かったよみたいな、ちょっと今日本語下手くそだったね、良くなってて良かったよってそう言われて
嬉しい、嬉しいですってなりました。結構あの研究生の頃のダンスはもう悔しさがにじみ出る、もう私がみたいな感じだったんですよ。もうとにかく今ががむしゃらじゃないっていうわけじゃない、今もめちゃめちゃがむしゃらにやってるけど、それとは違う、もうがむしゃらとかじゃない、その負けず嫌いさが出る動きみたいな、もう強い、全部が強い、もう全部がもうダン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 みたいな感じだったから、そう今でも映像見たらなんか怒ってる人みたいなね強さなんですね。でも私は PR 舞台でマイキューさんとか千穂さんのダンスをね近くで見る機会が多くて、あしなやかで素敵だなと思って、今は葵さんとかもっといろんな先輩のダンスをね近くで見る機会も多いので、ちょっと盗みたいなと思ってちょっとずつね意識してるんですけど、久々に見たって方からは変わるかな、やっぱ印象がね。でも自分的にはまだまだなんか全然できてないなと思う、自分の全力でやってるんですけど、まだまだ他のメンバーとかに比べると自分まだまだやなって思うから、もっと頑張ります。あの褒める時にちゃんとこう伝えてくださるのとっても嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいよ、ありがとう。しんいちさんハートありがとう。だん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 。みゆらっちさん、わお城建設ありがとう。城ありがとうございます。何タワー？お城、シルバー城、シルバーのお城が立った光り輝く城、ファイトのタワーファイトのタワーなの、そんなタワーがあるの、はあ、私も応援しよう、日々の生活ファイトのタワー、シルバーキャッスル、すごいね、めっちゃ輝いてる、キラキラ、ちょっと主役より輝くのやめてもらっていいですか超輝いてるじゃん、え今日敬老の日、敬われたかも、最年長もしかしたら違うよね、違うよきっと、違うと信じてるんだからね もう9月も半分じゃない、今日で、はいや、え30までだよね9月って、今日でちょうど半分ですね、まあ明日から下半期、あきもさんハートありがとう。早すぎて驚いちゃう。そんな。あっという間に10月だ。この前始まったよね9月。8月終わりで秋かとか思ったらもう中旬、いや本当にもう今年終わるよ、あっという間でしたね、お年玉の時期だね、そうよ誕生日来るわ、楽しみ楽しみ、
しいちさん、ハートありがとう。え、何する？今年残り絶対やり残したことあるよ。何する？みんな何したらいいかな。ちょっと色味が、ちょっと色味ちょっと個人的うーんだったから、ちょっとまた描く。パセリのファンカラーイベント、え、今日あの美穂たちが、美穂とアナがまた東京に来たら会おうねって言ってくれたから、来月来るよ、ファンクラブイベントだよって言って、見においでねって言う行かないよって言われましたなぜならファンクラブ会員じゃないので来れないからです。来れなかったです。今日ね、そのアットジャムの写真撮影に向かう道でね、楽屋からこうやって歩いてたら急にパシェって聞こえたの。え、まずその前にフルーツジッパーさんとすれ違ったんですよ。で、やばいって、松本カレーさんだって思って、わーって思って、内心ね、わーわーかわいいって思ったらパシェって聞こえたの。だから私はもう松本カレーさんを見すぎて幻聴が聞こえ始めたと思ったんですよ。ああついに私はここまでもう末期だわとか思ってたら、振り返った美穂がいて美穂凛だった。美穂でした。久々にパシェって呼ばれた気がする。みんな最近パセリかパちゃんかパーコなんですよ、メンバーたち。だからパシェって呼ぶメンバーがね最近減ってきてて嬉しい。最近 X でも全然みんなパシパシしてくれなくてね、寂しいので。パシェ文化、パーコはソタロウが呼んでくる。パーコ呼び嫌だって言ってんのに呼んでくるんです。それ嫌だよって言ってんのに一生パーコ。パーコ、そう、パーコ NG です。パーコ、パーコ、おお、可愛く描けたよ。林家パーコさん、この前できなかった。え、今日のさ鬼レンチャンどうでした？見たかったな。鬼レンチャン見た？みんな。ねえ、見たすぎたんだけど、金太郎さんと池子のやつ。ロデムさん、だるま、ありがとうございます。大岡さん、ハート。フィリップさん、だるま。安田マットさん、だるま。アンバーさん、ハート。ありがとう。あ、再放送なの？そうなの？あ、そうだったの。じゃこの前見たやつ、私が大爆笑したやつですか？あれか、え、最高じゃん。あれがまた見れるなんて、私はまた見たいよ。同じだったのか。新聞記者のともやさん、ハート。おりちゃん、だるま。レオンさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう、みんな。この前ね、夢タウンでやっとね聞けたんですよ。ハロー夢タウン、イケちゃんバージョン聞けたんですよ。もう私何回
夢マートで夢タウンに通ったか分かんないぐらい通ってて、全然聞けないなって思ってたら、時間があるよって、時間決まってますよってこの前配信で教えてもらって、でちゃんと把握しとったよ、それも何時何時って。でもその時は何も気にせず普通にスーパーに来て、普通に夢タウンのお洋服売り場とかダイソーとかこう見てて、あ、ちょっとスーパー寄って帰ろうかなって言ったら、ちょうどあれ、なんかいつもと違う声の歌だなって思ったんですよ。あ、なんかいつもの夢タウンの歌と違う、新しい人かな、やばって、これもしかしてイケコの声。でもスピーカーを通してるから普段生で聞いてる声と違うじゃないですか。もう楽屋とかでもさ、ボイトレみたいな感じで本番前に歌ったりしてるの聞いてるから、スピーカー越しだから、これイケコかなと思って、で急いでスピーカーの大音量で鳴ってるスピーカーの真下に行って聞いたら、STU48 池田由良ですって言ったんです。池田由良ってなった、池田由良だってなって、え、そう、フルだったし、自己紹介もめっちゃ長めで、 STU48 ってちゃんと STU48 のことを宣伝してくれて嬉しい気持ちになりました。本人にも昨日感想を伝えた、聞いたよー。すごいよね、私のお母さんも聞きたいらしくて、でも流れてないんだって、いつも言ってもタイミングが合わないらしい。すごいよね、全国でしょ、夢タウン。私の地元でも流れてるってやばいよ、すごすぎるよ。ああ、ありがとう。昨日の公演、昼も夜も隣が同じ人だった、すごっ、運命なんじゃないですか。だって席は違ったじゃん、すごいね、そんなことあるんだ。運命の相手、前世のなんかそういうのじゃない、前世で夫婦だったとか、前世で兄弟だって、生まれ変わったらまた会おうねって約束して、やっとこの年になって出会ったとか。なんでアイドルの公演で出会うの、すごいね。すごいよ、そんなことあるんだね。みんなもありますか、あんま覚えてないよね、隣の人が誰か。覚えてるのもすごい、運命。そうで、運命だったんだよきっと。また次の公演とかでも隣だったら、もうそれはもう仲良くなるしかない、仲良くなってください。ココハちゃんどんな話しましたか。まず私とヤンコが一緒にいた時にココハちゃんに会って、待ち受けとホーム画面とロック画面がサーヤンですって話を2人がしたか、私はその間にアイチーと喋ってて、そうで終わった後写真撮って長崎トークをしました。長崎で今度遊びましょうみたいな話をしたけど、
いつになるかは不明です。連絡先とか交換してないから。愛知の連絡先はめっちゃ前にね交換してもらってるんですけど、連絡手段がないから遊びましょうって言ったものの、どうやって遊んでるんですかね、アイドルの人たちって。やっぱ連絡先交換してるのかな。そう、愛知はなんか PR 舞台のサンディオのライブの時かなんかに交換したかな。うん、いや今日の HKT さんのステージめっちゃすごくて、終わった後メンバーとやばいって、もう誰々さんのあのあそこのあれが良くて、あれが良くて、誰々さんはここが良くてとか言ってめっちゃ語り合いました。もうすごいね、楽しかった。シカラシカ、やっぱシカラシカ最高だなと思った。普段自分たちが披露してる側なんですけど、うわーって、煽りがねめっちゃすごかったんですよ。あとマイクスタンドが出てきて、いやマジでもう地頭絵ねさんかっこよすぎてキャーって感じだった。山上さんとお写真撮れなかったのちょっと心残り。タイミングが合わなくて、シェシェシェカシェカシェ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 カシェカ。やだ、メロンジュースの煽りもめっちゃ可愛かったな。新選抜の2人が煽ってました。可愛すぎる。シェシェシェカシェカシェ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 カシェカ。もうすごいすごいすごかった。もう語彙力をなくす、元からない語彙力がさらになくなる凄さでした。最高だったね。カヒ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 、やばい、こだわり始めてしまった。大変だよ、あと30分で書き終わるだろうか。こだわり始めてしまったから大変だよ。え、しかも今ね赤と黒で塗ってるんだけど、絶対これ HKT さんの衣装に影響されてるじゃんって感じ。無意識でした、無意識。赤と黒。ずうしみさんハートありがとうございます。シカラシカ、チャチャラチャチャラチャ。カキカキタイムです。オス、トゥルトゥ、一本も引かない。オス、そう、締め切り間近のパスリ先生。今原稿用紙と向き合っています。リデンさんハートありがとう、ありがとう。俺の生き様立ってみたらよ、オスオスオス、イエーイ。今日リコちゃんとも久々会った。リコチ舞台お疲れ様。まだ終わってないけど、舞台の稽古でしばらくレッスンとかでも会ってなかったので、お久しぶりの再会でした。連絡は取ってたんですけど、本物とやっと会えました。ではまた明日からしばらく会えません。舞台が始まるとその舞台のメンバーと会えなくなって、
寂しくなっちゃう。はっちゃん、だるまありがとう。ロスゴルペアドレスさん、だるまとペンライトありがとう。ありがとうございます。そう、今日大変だったらしい。朝からバタバタ忙しい言ってた。今日も元気だった。今日も可愛かった。タワーありがとうございます。こんばんは。キングさん、だるまありがとう。カキカキカキ、イエーイ。やばい、一生脳内でチェカラしか流れる。一回曲流れ出したらもうダメだよね。昨日は楽屋で誰かが TikTok の音源を歌い始めたんですよ。 TikTok でよく流れてくる曲。そしたらその後ずっと流れてて、一回聴いたらもうずっとずっとリピートされちゃう。すみません、さつまいもタイムはいつ始まりますか？とか、かわいいだけじゃダメですか？とか、もうずっと脳内で再生されます。エリオさん、ハートありがとう。ズーシミさん、バラありがとう。キングさん、だるまありがとう。ありがとうございます。ゴルフパセリ買いたいけど、また販売するかな。え、すると思うよ。まだ昨日の花だれでしか売ってないから、まだあると思うよ。ネット販売とかも。ナパスは先月のグッズをまだ買えてないから焦ってる。絶対に息をする心のアクスタをゲットするんだって思ってたのに忘れてた昨日。やばいです。関さん、ハートありがとう。大吉さん、かわいい、ありがとう。週明けからネット販売の予感。確かに18時とかに出るやつでしょ。あ、違う、17時にお知らせが出て18時から販売開始のパターンのやつかな。どうかな、どうですかね。Thank you.
んばんは。カキカキタイム。やばい。パセリ先生、急いでください。パセリ先生、いい加減にしてもらわないと。ちょっと締め切り迫ってますよ。可愛くしたいんだもん。だって、おみかんさんアイスありがとう、キングさんだるまありがとう。締め切りに追われる。納得のいくものを完成させたい。今日はね、 HKT さんのステージ見た後、帰りの新幹線の中で松本桃奈さんの新しいアーシャですっていう投稿を見たからそれも赤と黒だったんですよね。赤と黒なんか貴重って感じの衣装だったので、今日のタワーのお礼は影響されまくりで赤と黒で構成されてます。シュボンさん、だるまありがとう。花束もありがとう。ムーさん、ハートありがとう。ダレンさん、ハートありがとう。ふん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 。とかにこさん、石川先輩、お断りです。ノーノーリミ。あ、なんかもっとね、プリティにしたいな。プリティな感じにしたい。どうしたらいいんだろう。プリティにするには、プリティ、プリティ。そんな感じにしたいです。可愛くしたいよ。でも紫を入れてもいい。文字をね、でかく書きすぎてイラストを描く場所がなくなっちゃったんですね。難しい。難しいよ。とても難しい。水色とか。カキカキカキ。やばい、熱中してしまっている。もう集中。みんなを放置しすぎている。今日は何したんですか？アットジャムに来てくださった方以外の方は何してましたか？今日は日曜日。何して過ごしたの？仕事？お疲れ様。仕事お疲れで、さあびっくりマーク書き加えた。体一番に行ってお寿司食べて、わあ、海峡館行ったの。はあ、最高最高。そりゃ最高です。
ドライブで横割りの横通りました。横割りの横通ったの。ドライブいいね。草刈り、バスケ見てた。エアコンのお掃除、いやそれは偉すぎる。エアコンのお掃除をこの時期に、まだ暑いこの時期にしてるの偉すぎる。汗かいちゃうじゃん。えらいよ。なんかすごいもっとプリティな感じにしたかったのに、なんかあれもこれもってしたくなっちゃって大変なことになった。ちょっと待ってくださいね。カズさん、ハートありがとう。アルさん、ダルマン、ジャーパングさん、タコありがとうございます。写真整理追われてるの。私も写真整理追われてる。 iPhone の写真整理にもうさ、消しても消しても増える。今日もさ100枚ぐらい、昨日と今日で100枚ぐらい撮ってるからもうキリがありません。iPhone はまだ様子見です。世間がまだ落ち着いてないから、落ち着いたら。世間が落ち着き次第注文します。まずみんなにこんなに時間かけて書いたのに、ちょっとすごいもうあれもこれもってやりすぎて見失ってしまった。じゃーん。まず何が見失いポイントかっていうと、リボンで可愛くしたかったのにカラーをちょっとなんかパンク風な赤と黒でしてしまったというね。ミュラッチさん、タワーありがとうございます。じゃーん、タワーありがとう。ここにね、シルバーウィーク何して過ごすのって書いて、さっきお仕事だよって来てたから、あの書き足しました。お仕事ちょっと見えるかな。お仕事お疲れ様です。で、私はこれ自分的にもっと可愛くしたい願望があったので、可愛いやつも追加、イラスト描くスペースをねなくしちゃったから追加です。サンキュー、サンキュー、サンキュー。じゃーん、可愛い、超大満足。ありがとうございます。キティ、ハローキティ、こんにちは。と追加っていう新しい、今までしてないけどどうしても可愛くしたかったの。もうそのさ、わかる、このリボンでプリティーにしたかったけど、プリティーが出なかったのでちょっともう補って、追加で補って、
なんていうっけ、オプション、かわいいオプションね、かわいい、これかわいい、めっちゃこれ飾っちゃおう。あ、ちょっとシナモンかわいそう。あ、大変、今日もサンリオキャラクター大渋滞です。サノッチさん、だるま、ありがとう。ケロッピー、ケロッピー書いたことないかも、あるかな私ケロッピー。じゃ今度サンリオを書く会を開こう。サンリオキャラクター手元に今あるよ、サンリオのシール。びっくりしたちょっとね、今聞いてほしい、みんな今ね、こうやってシール、これ博多弁のサンリオシールなんですね。で、明太子とかあまおうとか書いてて、このハンギョドン、ハンギョドンって言うんだけど、この子ハンギョドンがやらしかーって言ってるかと思ったらセカラシカーでした。え、やらしかーって、なんやらしかーっていうのはやらしい、ちょっとなんかやらしいみたいな、やらしかーみたいな感じだから、え、そんなシールあると思ったのがセカラシカーでした。びっくりした、違った。びっくり、水筒おいしかー、これおいしかー、何しようと、からし明太子って言ってます。なんとかとーとか、なんとかかーとかつくよね、こう誰が押したかーとか。こんばんは。あ、ごめん、イヤホンの人今収納タイムしてました、すいません。ね、かわいい、このシールかわいいからさ、ずっと大事に取ってるんだよね、全然使えないの。さっきひーちゃんがホゲル使ってた、やっぱひーちゃん長崎っ子やな。ひーちゃんでもこの前のあのフェス、東京のフェスでご飯行ったって言ったじゃないですか、その時に長崎弁って使わないですよねみたいな、長崎弁あんま使うことないですよねって、響もあんま方言出る方じゃないんですよって言ってたけど、全然出るじゃん、ひーちゃん出るんじゃん。ほげるっていうのは穴が開くってこと、穴がほげるってことです。ひーちゃん、あ、寄生虫なの今、そうなの。ひーちゃん今度花だれ公園出るんよ、楽しみ、一緒出るの私も、僕隊出させてほしい今3期生が花だれ出てるから代わりに、代わりになるかは分かんないけど、私も僕隊の方出たい。私もチャイム鳴ったら学校を飛び出してやりたいですよ。9人目のポジでいいので、ずっとゼロ番に立っといて踊るから、お願いします。ジェットコースターやりたいので、あとディフェンスもやりたいので、ユニット制覇狙ってるんですよ。読売巨人軍さん、だるま、ありがとう。僕隊一人ポンポン隊じわ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 、ファンクラブイベント平日だから迷ってます。そうだよね、そうなんですよ、平日だし、しかも時間もお仕事終わりとか、東京に住んでてもお仕事終わり間に合わなさそう、時間帯すぎて。そうなんですよね。つうしみさん、ハートありがとう。そうなんだよね、平日ね、
しかも結婚すぐだよね、きっと。半月ちょっとしたら当たってから考える。もうプロだね。日帰りできそうです。あ、本当？できる？あ、できるか。確かに。いや、本当にいつも公園帰りとかでさ、日帰りする人すごいなと思うの。この前ナイトクルーズの後にティフ前乗りする人いてびっくりしたもん。ナイトクルーズ9時までだったんですよ。え、9時までだったよね。え、8時まで？何時まで？9時までだっか。え、でも前乗りしますって、大阪まで途中まで行きますみたいな。へえ。途中まで行って途中から乗り換えてなんちゃらこうちゃらみたいな。はえー、元気すぎでしょ。諸事情により FG イベントの日は午後半休取ることにしました。ああ、よかったよね、アイコとパセが同じ日でね。よかったよね。ヨシさん、ハートありがとう。おみかんさん、わかる、ありがとう。クエス番外編はこの前の時間なのかも気になる。え、どうなんですかね、この前何時ぐらい。あ、特典会があったんか、前回この前の時。じゃあ結構遅くまであるのかな。まだ詳細ね、何も聞いてないんですよね。どうだろう、この前は特典会が9時からって言ってた気がする。スタローが第1回の福別番外編の時、結構遅めなのかな。天ヶ崎のよっちゃん、ハートありがとうございます。おすすめされまして、こちらのルームに参りました。おすすめされたんですか。もうゆっくりゆっくりくつろいでください。もう実家のような安心感のルームです。自称自称ね。そう、今回2期生メイン特別番外編、10月9日です。よろしくお願いいたします。翌日は尾崎セリカ個人ファンクラブイベントもあります。え、もう55分。はい、もうシンデレラタイムじゃん。やばい、そろそろ靴がうまく脱げる準備をしなくちゃ。こんばんは。ここのルームに来たらアイス食べないといけないって本当ですか。うん、そうなの。今日も3個食べました。3個ね、今日はパセは1個。私は今日はピノです。ピノお風呂頑張。え、嬉しい、お風呂応援してもらえて嬉しいよ。あ、二ほどきも応援ありがとう。そうだった、忘れてました。アシーさん、バラありがとう。インサージェントさん、ハートありがとう。パナップ食べた？パナップ。パナップのパリパリのやつ好き。チョコのやつ。チョコ。ジャイアントコーン赤から黄色派になりました。おお。仲間です。仲間。でもピノは赤派です。Z さん、アイスありがとう。え、昨日の公演。夜公演、昼か夜の公演でユニット曲の時に靴が飛びそうだった。もう靴がかかと脱げてて、踊りながらどうにかかかとがうまくスポッて戻らないか頑張ってこう 足首でこうちょっとピュンピュンピュンみたいなして踊ったんだけど、最後までちょっと靴脱げてた。飛んでいくかと思って焦りましたよ。焦った焦った。無事でした。
シュボンさん、ハート、ありがとう。透明のバンドしてた、二重で。でも、かかとが脱げて飛んできそうだった。パパパンダさん、かわいい、ありがとう。マンポンさん、レインボースター、ありがとう。男女タイム？そろそろ。今何時だ？57分になりました。男女タイム、男女タイムかしら。イハクさん、愛してる、ありがとう、ありがとうございます。それじゃあ今日もありがとうございました。男女いきます。13位ミックさん、12位キムさん、11位フクちゃん、10位トシヒロさん、9位しんちゃんさん、8位陣内さん、7位高反発さん、6位メロンのあそこさん、5位おみかんさん、4位アルテミスさん、3位 Z さん、2位ゆうたくん、1位みゆらっちさん、ありがとうございます。パチ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 、みんな遅い時間までありがとう。日曜日の夜を一緒に過ごしてくださってありがとうございました。それではおやすみなさいです。また明日お会いしましょう。ちょっとお風呂、お風呂が待ってる、お風呂が待ってます。ミッチーお断りです、ありがとう。陽平さん、ハートありがとう。うわー、風呂だよ。明日は朝配信、朝配信かな、朝配信かも。6時ぐらい、6時か7時ぐらい朝配信しようかな。頑張ってみようかな。いや、7時にしようかな。ちょっと待って、時間がわからない。明日のちょっとまた予約入れます、予約入れます。ありがとうございました。それじゃあおやすみなさいです。また明日、またね、ありがとう。